注意。この動画には以下の内容が含まれている場合があります。面白くなかったり違和感を感じた場合はご視聴を控えてください。また作成者に不快をかけるコメントは禁止させていただきますのでご注意ください。毎度ありがとうございます。まもなく開演時間でございます。どうもこんにちは、うぶ主のコメットです。司会のアリスマーガトロイドです。今回から、アリスたちによるメイン動画の実証実験が始まりました。ついに始まったわね。うぶ主、しばらくの間はよろしくね。まずは前半メンバーを紹介します。今回はサナエとレミリアが担当します。皆さんこんにちは。こちらサナエです。こんにちは。私はレミリアスカーレットよ。サナエとレミリアが前半パート、チルノちゃんと小石ちゃんは後半パートということで、次回登場させていただきます。うぷ主さん、今日はよろしくお願いします。私の方こそよろしくね、うぷ主。ああ、よろしく頼むよ、二人とも。ところでうぷ主、今日はここへやってきてるけど鉄道実況なのかしら。ああ、6月15日に京阪電車の臨時列車を運行すると情報が入ってたから、今日はそれを乗りに行くよ。へえ、それは楽しそうじゃない。その臨時列車って、どの駅からどこの駅までですか。淀屋橋駅から宇治駅までの運行だ。これ、10年前にも運行されてたそうだな。じゃあ、その臨時列車は10年ぶりとなるのね。とにかく現地へ向かうとしよう。さあ、今日はこの臨時列車に乗りに行くよ。10年前に運行されたそうだけど、以前はどうだったの？前回は停車駅が特急以上だった。停車駅は、淀屋橋、北浜、天満橋、京橋、葛葉、住所島、そっから先は各駅に停まる。確かに、枚方市には停まらなかったのね。さらに、2014年春の観光シーズンでは葛葉駅も通過し、京橋を出ると、住所島までノンストップだ。その前は葛葉駅も通過されたんですね。でも、宇治線は各駅に止まったのですか？もちろん、宇治線内は各駅に停車するよ。今回は特急と同じ停車駅なので、枚方市駅と葛葉駅も止まるようね。お、来た来た。あれが臨時列車、アジサイ号だ。この電車に乗りに行くよ。なお、この電車は4両編成で運行するよ。この理由は、宇治線は5両までのホームとされているからよ。なるほど、そこで4両編成で運用となるのね。到着の電車は1万3000系のようですね。ああ、この電車は本線や中之島線の運用だけじゃなく、片野線と宇治線の支線でも運行できるんだって。でも、4両編成にしないと支線の乗り入れができないわよ。10年ぶりの淀屋橋、宇治間の直通臨時列車は楽しみになってきますね。どうやら種別は臨時特急に設定されてるそうだな。前回は臨時だったのに。まあ、枚方市駅と葛葉駅も止まるのよね。そこで臨時特急に設定されたのでは。1万3000系って、うぷ主さんはよく乗ってるようですね。通勤と帰宅時間帯とかで。そうだな。仕事へ行くには京阪を乗っているよ。それじゃあみんな、そろそろ乗りに行くよ。それじゃあ、このまま終点の宇治駅まで目指すよ。
淀屋橋駅から宇治へ直通で行けるなんて、これは宇治の観光へ行く人はこの臨時列車を利用したりして。まさか宇治線直通で行ける列車が10年ぶりに復活するとは、うぷ主さんは興奮していますか？一応な、この情報をゲットしたからワクワクしているんだよ。まあ、楽しい発見があるかもしれないわね。天満橋駅を出ると地上に出る。そこから大阪の景色を見ることができるんだぜ。そうなんですか？私、一度でもいいから大阪の景色を見たかったんです。へえ、地上に出るとこんな感じになっているのね。天満橋駅は毎年7月25日、天神祭りが開催され、花火大会はここで行われるのよ。ああ、実際に花火を見て綺麗だったぜ。もうすぐ天神祭りが開催されるから、私も実際に花火大会を見てみたいわ。あ、チルノの場合はあまり興味ないと思うわね。確かに、チルノちゃんは暑いのは苦手だから、涼しいところで暮らすのがいいらしいですね。よし、もうすぐ京橋駅に到着するぜ。ここはうぷ主の仕事へ行く際に京橋駅で乗り換えてるようだけど。ああ、仕事へ行くのは京橋駅で乗り換えているぜ。そういえば、京橋駅って、京阪電車としては乗降客数がダントツのトップだそうですね。ああ、JR と地下鉄の駅が接続しているから、利用者が多い駅とされているんだ。京橋駅は、名物のフランクフルトがあるようだけど、それって美味しいの？ああ、あれはケチャップもマスタードもつけず、そのままで食べるのが美味しいよ。じゃあ、肉自体に味をつけてるってことですかね。働くことサラリーマンや観光へ行く人たちだったら、このフランクフルトを食べに来る人がいたりして。そういえば、京橋駅はホームドアが設置してると聞いているわ。あれは京都方面乗り場に設置しているよ。大阪方面乗り場は未定だが、そのうち設置すると思うよ。さあ、京橋駅を出るぞ。当駅を出ると、次の停車駅は枚方市駅だ。結構な連続で通過しちゃうのね。16駅を通過させちゃうのね。これは特急らしい停車駅になってるわね。しかし、昔の京阪特急は相当ヤバかったぞ。なんと、32駅を通過したそうだ。32駅って、もう京都の中心地に入ってる頃じゃないですか。これ、乗り間違えたら大変になりそうだわ。ちなみに現在で言うと、快速特急楽楽ってことよね。あれも京橋駅を出ると、七条駅まで止まらないのよ。じゃあ、特急に乗る際は、十分注意しないとダメですね。そろそろ森口市駅を通過する頃だけど、これは俺でも驚いてしまった。ん？驚いたって、どういうことなの？なんと、外側の線路に入線して通過する。つまり1番線に通過するということになるわね。え？本当に言っているんですか？回送電車でもないのに、1番線を通過するのは、ある意味レアな出来事ですね。確かに、1番線を通過されてるね。これだとすると、乗車している人たちは驚いたかもしれないわ。乗ってる人だけじゃなく、駅にいる人でも驚くはずだよ。基本、通過とされるホームは2番線なのよね。1番線を通過するのはレアな光景を見てしまったわ。これは乗って正解でしたね。また、森口市駅を出た後でも、茅島駅まで外側の線路を通過するんだって。え？じゃあ茅島駅まで外側の線路を通るのですか？多分、そうみたいね。まさか森口市、茅島間は外側を通ることになるなんて、ある意味レアな光景ね。間違いない、どうやら外側を通るようだ。普通は内側を通過するのよね。それを外側の線路をあっさりと通過しますね。回送でもないのに、乗客が乗ってるっていうことは、臨時列車だけで特別な運行条件を考えてたのかしらね。茅島駅手前で内側の線路に入線する感じね。ようやくここから内側の線路を通るのね。茅島駅ではホームを大木を突き抜けた感じの駅があるって、こないだ先輩から聞いたんだ。それ、私も知っていますよ。この大木は伐採するとたたりが起きるという噂があったそうですよ。そこで大木を残してホームを囲むようにした結果、ホームを突き抜けた感じになったということね。高架化にするため、あの木を伐採する予定だったが、ご神木のため、伐採してはいけないのよね。枚方パークか。昔はここへ行ったな。うぷ主さん、枚方パークは行ったことあるんですか？ああ、俺の子供の頃は行ったことあったんだ。え？うぷ主って、大人だったの？てっきり小学生かなーと思って。十分大人だ。アリス、優香みたいなこと言わないの。なんかここって、チルノが行きそうなところよね。確かに、チルノちゃんは途中で行きたがりそうな場所ですが、今回は連れてこなくてよかったと思います。あいつが連れてきたら途中で抜け出しそうだったから、今日はいなくてよかったと思う。もうすぐ枚方市駅だ。前回はノンストップされていたが、今回は止まれるようになったな。枚方市駅は京阪電車の乗降客数としては第3位に明らかとなっているわね。このため、枚方市駅も停車するようになったのね。気になったことがありまして、どうやら2番線に止まるみたいですね。どうやら特急列車の待ち合わせをするみたいだ。あ、確かに特急列車との待ち合わせするようね。同じ特急なのに、定期運転用の特急が先の発車となりますね。これも面白い光景となっているわね。あの特急が発車した後、この電車も発車するようになるのか。
てなわけで、枚方市駅を発車するぜ。宇治って、お茶とか有名な場所よね。他には何があるの？平等院鳳凰堂や、宇治市源氏物語ミュージアム、三室土寺とか色々あるみたいだ。今年は例の大河ドラマ、光る君へが話題となっていて、宇治の PR するということかしらね。今年の観光は宇治で決まりですね。宇治にはいろんな発見があるんですよ。葛葉駅に到着よ。この駅も2番線に到着するみたいね。え？また待ち合わせするの？いや、今回はないみたいだ。到着してもすぐの発車だから、全然気にしなくていいよ。それだといいんですけどね。なお、当駅を出ると次は中所島駅に止まる。ようやく近くまで来たわね。枚方市駅で特急の待ち合わせしたおかげなのか、随分とスピードが出ているのね。そうね、定期運転の特急の後に発車したから、前の列車と同じタイミングで走行しているわね。これだとすると車窓からの景色を気持ちよく見ることができるぞ。淀駅といえば京都競馬場前の駅とされているけど。ああ、実際に競馬を見たい人はこの駅で降りている。快速急行などでは臨時停車するんだって。へえ、そりゃありがたいわね。競馬好きな人は快速急行などに乗って、淀駅で降りるの大変便利ですよ。特急は止まらないが、快速急行なら臨時停車する。だけど競馬開催日以外はノンストップだから、注意するんだ。中所島駅に到着だ。この駅から宇治線に入り、宇治線内は各駅に停車するんだ。この電車は4番線に到着するのね。以前も確かそうだったわね。10年前の臨時列車でも、確か中所島駅の4番線に入線していたわね。4番線は始発列車だけ営業列車とされていますが、それ以外は3番線に到着します。ほんと、4番線に停車するのは、ある意味レアだわ。この光景が見れたのは、まさに10年ぶりだ。臨時列車しか見れない特別な運行方法となっているよ。ここからは宇治線に入り、案内表示が確認できるようになったぞ。でも、車外の種別は臨時特急のままね。まあ、しばらくしたら普通に変わるだろ。それでは、宇治線に入り、車窓からの景色を見るとしようか。宇治線のホームは5両編成まで対応となっていて、4両編成の電車なら、問題なく行けるわね。気になってたけど、京阪って、5両編成の列車ってあったの？昔はあった。本線でも5両編成で運用されてた列車があったんだよ。そうだったんですか。うぷ主さんはよく知っていますね。宇治線は初めて乗るから、ちょっと楽しませてもらうわよ。六時増駅は、響けユーフォニアムの聖地として知られてるようだけど。ああ、イベントとかでは何か開催しているようだな。ここへ訪れてるファンは、聖地巡礼しているそうね。うぷ主さんはユーフォニアムの聖地巡礼しましたか？昔はしたことあったよ。まあ、スタンプラリーぐらいだったけど。小綿駅に到着。ここは京都アニメーションの本社から近い駅とされているんだって。京都アニメーションって、鈴宮春日の憂鬱や、ラキスタなどのアニメを制作している会社のこと？ああ、他にも響けユーフォニアムも、京都アニメーションで制作されたんだって。ユーフォニアムの制作した場所だとすると、イベントもやると思うわよ。三室戸駅に到着しました。当駅を出ると、次は宇治に止まるよ。とうとうここまで来たわね。宇治駅までもう少しって感じだわ。今日はいい天気だから、観光日よりはちょうどいいわね。ついに宇治に到着したぞ。ようやく着いたわね。これで宇治の観光ができるわ。と言っても、鉄旅のことしかないけど。最近この辺が変わってしまいましたけど、なんだか美しいところに来ちゃいましたね。これなら観光日和になれるぞ。とにかく降りよう。てなわけで、宇治に到着しました。淀屋橋駅から宇治まで直通で行けるのって便利ね。うぷ主、ここは宇治茶が名物と聞いているけど飲んだことあるの？あるよ。いい味していたな。でかいの宇治茶を飲んでいるじゃない。ああ、本当にいい味しててうまいな。まったく、うぷ主ったら。まあまあ、いいじゃないですかレミリアさん。うぷ主さんはお茶を飲んで気分爽快になっていましたよ。この後は中所島行きに変わってるね。ああ、この電車も臨時列車としてされているんだ。それじゃあ、この電車に乗って終わりましょ。今回はここまで。今回の臨時列車はいかがだったかな？最高に楽しかったわ。私も一緒です。普段見たこともない運行が、レアな光景を見てしまうとは驚きました。こういう臨時列車って、めったに運行しないから今回は余裕で行けたわね。10年ぶりの淀屋橋、宇治間の直通臨時列車だけど、プレミアムカーで15としては初めてになるな。今日はいい鉄旅ができた。本当にありがとうね、うつ主。とんでもない、こっちこそありがとう。さて、この後は先輩たちによる、鉄コメニュースアワーが始まりますので、興味のある人は見てください。それでは、次回の動画もお楽しみくださいね。皆さん、お久しぶりです。初代ウプ主のコメットです。秘書の歩です。同じくひろゆきです。
今回から実証実験中は僕たちのメンバーによる鉄コメニュースアワーが始まりました。このコーナーは本日行った動画の中でおさらいするコーナーとなっています。メイン動画だけのコーナーとなっていますので、興味のある人はそのままご視聴くださいね。さて、今回の内容は京阪電車の淀屋橋宇治間の臨時列車についてだ。この臨時列車は10年前にも淀屋橋宇治間の臨時直通列車があったんだ。10年前にもその臨時列車があったんですか？はい、その当時は春と秋の観光シーズンおよび6月にも運行されたそうです。2014年春の観光シーズンでは京橋中所島間はノンストップされたけど、同年6月と秋の観光シーズンでは葛葉駅に停車するようになったんだ。そのため葛葉駅に停車するようになってからは臨時列車の連絡急行が運行されるようになりました。つまりその連絡急行に乗って葛葉駅で宇治直通の臨時列車に乗り換えることになるんですね。しかし今年は平方市駅にも停車するようになったんだ。つまり京橋、平方市、葛葉、中所島の順に停車となったわけだ。平方市駅も停車するようになれば利用者が増えてくるようになりますよ。そうですね、平方市駅は京阪電車の乗降客数第3位ですので停車してくれるとありがたいです。中所島から宇治船内は各駅に停車するから途中下車することも可能だ。今回はここまで。6月15日、22日は宇治線直通の臨時列車はどうだったかな？これは楽しそうです。淀屋橋から宇治へ乗り換えなしで行けるのは便利ですよ。まあイベントに合わせた臨時列車ですかね。今年は源氏物語が話題となっています。今回の大河ドラマのテーマは源氏物語だったから宇治の観光を楽しむ人がいるだろう。あと宇治といえば宇治茶が有名だそうですね。宇治茶を使ったそばやたこ焼きとか宇治茶グルメも楽しみの一つとなる。この夏は宇治に行って宇治の観光を楽しむのがどうでしょう。いろんな発見がありますので興味のある人は行ってみましょう。今回はここまで。また次回よろしくお願いいたします。二代目コネットです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみにください。この動画に気に入ってくれた人は高評価をお願いします。また当チャンネルに興味のある人はチャンネル登録をお願いいたします。